バタの動画がやってきました。イエーイ、ギャー、今日は美味しいご飯の洗い方と炊き方をやります。イエーイ、ギャー。まずご飯を普通に洗うときはこんな風でしょう。じゃあ、シャーってやるけども、やって、それで、ガッ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 で、こんな風にやるでしょうね。ご飯を正しい洗い方をします。まず、水を入れます。お米がこぼれるので網を置きます。さあ流しますよ。じゃーじゃーさあこんな風に洗うと思うけども、本当はこれを軽く握りながら洗います。白い汁が来たらあって、その手そう、いいなと思ったら、まずはお米を捨てて、いや、汁を捨ててください。次に、水を3、4回に流します。じゃーん。じゃあ、お、もう水がきれいになったね。よし、これで最後にしとくか。じゃあこれで全部洗い終わりました。水を入れます。まあ、水っていうと、普通は、この、水道水の水を入れると思うけども、もう上手なやり方では、これでやります。おいしい水です。まあ、天然水と、綺麗な水。がありますので、これを買って、お米用に使ってください。ちなみに、この、米の量は、5合入れています。そんなら、5合を入れましょう。まず、計量カップに、1杯ぐらい入れます。
らいね。まあこの次に5号を入れます。2と4、いや間違えた、4と6の真ん中の線まで入れます。もうちょいかな。あ、足りないね。また入れます。これで言います。はい、完了です。その後水を入れ終わったら、あの30分、あ、釜に入れときます。そして30分後、ギャー、米が潰れるようになったら、もう炊く時が来ました。さあ、いよいよ炊きましょう。ご飯が炊けたかな。お、綺麗でいいご飯ができたね。わお。ちょっと味見でもしとこ。じゃあいただきます。うん、おいしい。このご飯いいね、すごくおいしい。うわー、うまく炊けたな、よかった。皆さんもぜひ試してみてください。ギャー。以上、バタの動画、ご飯を美味しい炊き方を終わります。バイバーイ。チャンネルをご登録をお願いします。パソコンはここをクリック。スマホ、タブレットは、チャンネル登録をタップしてください。